はい。 今回はですね、江東区マンション神隠し事件の犯人、これ本当は誰なのかっていうことについてね、まちょっと調べてお話していきたいと思いますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。あとですね、気になった方チャンネル登録よろしくお願いいたします。このですね、江東区マンション神隠し事件の犯人は、星島隆則っていう人物であるっていうことが言われていますが、この事件非常に不可解なところを残しています。 のでえー、いくつか考えられる可能性がありますね、でこれっていうのはあの考えればあの分かるっていうか明、明らかにそう思うっていうような、えー、ことだと思うんですよ、でそのことについて、ちょっとあのリスナー様と一緒に、えー、まあ、考えてあの行きたいと思いますので、えー、今回も、えー、よろしくお願いいたします、えー、まずね、あの、まあ、これは僕のあの感想っていうか、解釈なんですけど、この事件というのの、えー、まずね、最も良くないなと思うことがあって、 江東区マンンショ神隠し事件とかって、神隠しとかって言われてるんですけど、その神隠しっていう言葉が多分良くないんですよね。別に神隠しとかでも何でもなく、これっていうのは形を変えて、表現を変えて分かってますけど、バラバラ事件なんですよ。えー、っていうことは、 あの人間をバラバラにするってことは基本的に一人では難しいんで、えー、まあ何かしら、まああの、複数、あるいはまあ組織、えーまあ、日本の闇組織、日本の、えー、裏組織にやられた可能性があるなとは思うんですけれども、この事件ね、えー、ちょっとそうあの、一言ではあの、いかないところに、えー、まあ難しさっていうかがあると思うんで、えー、まあちょっとそこら辺をね、えー、まあ踏まえながら、えー、お話していきたいと思います。まずねあの、まあ、結構リスナー様が、まあ、気になられるで だろうかなっていう内容からえちょっと順番に、えー、調べていく,い,い,いくんですけれども、まずまあ、えー、この犯人とされている星島高則っていうこの人物は一体何者かとどういった追い立ちをあの減ってるのかということを気になる人が多くあのいらっしゃるんでそこをちょっとね、えー、お話していきます。えー、まあ 凶悪事件の犯人とされている人間なので、えー、昔何かがあるのか、あとはですね、えー、この、えー、ことが、追い立ちが、えー、関係してきて、罪が、えー、まあ、極刑に持っていけなかったとか、そういう話にもなってるんで、そこからね、まず行きますね。えー、この星島隆則という、えーまあ、人物なんですけれども、えー、まあ、追い立ち生まれてからすぐなんですけど、あの、子供の頃に大きな火傷をしたっていうことがあるんですよ。で、 裁判ではこの、えー、まあ、大きな火傷をしたっていうことから、えー、極刑を回避されてるんですよね。えー、ちょっとなんかこれもよくわかんないなとかって思うんですよね。あのー、なんで、お、あの、小さい頃に大きな火傷をしたら、極刑を回避されるのかっていう、まあ、あ子供の頃に辛い経験をしたっていうことを配慮してっていうことなんですけれども、ちょっとな、なんだろうなって引っかかりがまずありますね。うん。 まあ、あの、星島隆則は、まあ、やけどしたことが原因で、まあ、ずっといじめにあっていたっていうことから、まあ、引っ込み思案な性格になっていたっていうことが、まあ、言われていて、まあ、あのー、 学校を卒業してから、まあ、ゲームの会社、まあ、セガっていう会社に入ったってことまでは分かってるんですよね。で、まあ、ここら辺からちょっとどうかなとかって思うんですけれども、この、まあ、星島、ええーまあ、高鷹則が、まあ、犯人であることを示す、まあ、あ確かに、えー、こう、鬼畜だなとかって思うことについてちょっと、ええー、まあ、お話ししていきます。えー このね、えーまあ、高等マンション神隠し事件と言われているのの犯人である、えー、星島貴則がですね、えーまあ、鬼畜である人間を示すだるまという表現があるんですよね、あのー、星島貴則は自分のミクシーのプロフィールにだるまというようなことを書いていたということ、こだるまというのは、まあ、手足がない人間ということから、えーまあ、異常な人間であるということを,を、まあえー、まあ意味していると。 で、死死切断っていう、まあ、女性をバラバラにしたいっていう考えを持っていたっていうことから、犯行に及んだ鬼畜なんじゃないかっていう解釈なんですけれども、ここちょっと難しいところなんですよね。こういう鬼畜だから、もしかしたら、えー、まあ、えー、まあ、何かしらの形、利用されたっていうことが考えられるんで、この事件っていうのは基本的にもう裏があるんで、裏がある、えー、と、考えられるんで、うん、この星島隆則が犯人とか、そういうような簡単な話では多分ないんですよ。 でまあ、ちょっと気になるところはね、ねえー、まあ星島貴、まあ、えー、星島容疑者とかって言われてますけど、星島容疑者こと、星島貴則は、えー、まあ死刑をねえー、まあ、えー、休刑されたのかどうか、あとはです、ね、死刑をさ執行されて、もすでに今現在死亡しているのかどうかっていう話なんですけれども、先ほどお話ししたように、生い立ちの、えー、時点でね、ねえー、まあな,なんでしょう火傷のことがあるのか、えー、なんかわからないですけど、そういったことを考慮されて、えーな 判決は無期懲役になってるっててることですつまりは死刑をまだ執行されていないし、えーまあ、死亡もしていない、い今もあ、まあ、星島貴教というのは刑務所の中で暮らしているっていうそういうことですね。うん あと、えー、結構ね、多くの人がここも気になる、えー、みたいなんですけど、この江東区マンション上化し事件の、えー、まあ、起こったこのマンションですね、これどうなったのかっていう話なんですけど、スクエア、えー、う見918っていうところで起こったんですけど、現在はフィットエル牛しと名前を変えてるってことですね、うん。この、 江東区マンション神隠し事件っていうのが起こった、えー、マンションはスクエア、えー、牛尾み918号室っていうところなんですけど事件後にフィットエル牛尾みと名前を変えたっていうことですねでまあ,あの大島てるの事故募金サイトにも出ているっていうことですまああのこのような事件があったことからね、えーまあえー、まあその事件後には住んでた人で退去したということでオーナーも変わったとか、えー、まあマンションの名前も変わったっていうようなそういうようなことがわかっているそしてですねここからなんですけどこの この、えーまあ、事件の本当に不可解なところっていうこと、うん、あのリスナー様にあの何回かっていうか、あの他のコンテンツでお話しさせていただいたことがあるんですけど、この事件ね、ね僕はこう解釈してるっていうのがあるんですよ、えー、2つなんですよね。えー、何が2つかっって言ったら バラバラ事件なんで、え、まあ、この、星島隆則、え、まあ、一人の単独犯行ではなく、まあ、え、まあ、アメリカ CIA などといったそういうね、まあ、日本の闇組織が、う、後ろで、まあ、指示して、え、まあ、それを参加の人間がやった、え、まあ、臓器売買ビジネス目的の犯行かなっていうことがまず一つなんですけど、あともう一つなんですけれども、え、丸してないっていう、あの、話ですね。全く真面目な話なんですけど、え、実は、え、この、え、女性の方は丸してなく、 に言うなればマンションの中に誰か協力者がいたんじゃないかってそういったことが、えー、僕は考えられるんですね、それはなんでかということについてね、えーまあ、ちょっとお話ししていきます、まあ、この江東区マンション神隠し事件というのは、星島貴則が、えーまあ、東ルリカっていう、えーまあ、女性を丸したっていう事件になっているんですけど、まず、えー、注目すべくは、えー、この事件というのはバラバラ事件ということですね。うんあのー、ここでも すでにおかしいことがまあいあの判明するんですけれども、あの、マンションの中で星島隆則がね、東条ルリかっていう人はバラバラにしたっていうことなんですけど、これね、すっとあのバラバラにするとバラバラにできないですからね、普通に。人間の体ってそんなにあの簡単に切ったりすることはできないんですよ。で、この事件でよく言われることなんですけど、 あの、まあ、人間の遺体をバラバラにして、えー、バラバラにしてトイレに流したっていうことなんですけど、ワンルームのあのトイレに遺体とか流せないですかね。あの、人間の遺体とか流したらトイレが詰まってしまうっていうような話だと思うんですよ。で、えー、この事件の最も本当不可解っていうかもう言ってしまえば訳がわからないんですけど、あこういう本当訳のわかんない話がよくもまあ通るなとかと思うんですけど、この事件っていうのは、 あの、まあ、バラバラ事件ということで、まあ、丸して、えとして、丸して、例えば、バラバラにしてるっていうことは、人間をそんな風にしたら、例えば、いろんな匂いが出るわけです言ってしまえば、一臭が出るわけですよ。うん。っていうことが、えー、どこにもないんですよね。そ、それが、えー、もうな、なんていうのかな。あの、うん。本当に、もう、ありえないようなことなんですよ。 この事件のね、江東区上隠し、えー、ま事件と言って、警察が、あのー、調べに入ったって言って、警察犬が、まあ、出てるって言うんですけど、警察犬が出ても血の匂いに全く感じなかったっていう、 そんなことって普通に考えてありえないんじゃないのっていうことなんですよ。あと、この事件で多分ここでね、一発やられてるなとかって僕思うことがあって、これ確実に、もうこの時点で確実にこの事件のあの裏っていうか、え、まあお、お、かしいなっていうことをも本当思うんですよ。もう何はさておき、ここでおかしさを感じるっていう話ですね。何かって言ったら、 警察が来て、星島貴則の部屋を調べたんですけど、遺体が入っていた段ボールを見逃したって言ってるんですよ。警察は星島貴則の部屋に来てあの、遺体を探したけど、遺体の入っていた段ボールを見逃したって言ってるんですよ。そんなものを見逃すわけがないんですよね。で、例えば、えーまあ、100歩譲ってね、えーまあ、段ボールが多いから、あのー、見逃したって言うかもしれないですけど、 人間の遺体が段ボールに入ってて、そこから出る匂いっていうのがあるんで、見逃すはずがないんですよ。しかも警察はこれマンションの中を、あの、くまなく調べたっていうことが言われてるんですけれども、おかしいなっていう話だと思いませんか遺体をバラバラにして、そのバラバラにした遺体を段ボールに入れて、えー、警察が気がつきませんでした。匂、えー、いもありませんでした。警察犬も、えー、気づきませんでした。うん。 おかしいなって思うんですよ、普通に。ここから考えること、考えられることなんですけど、全くもっての常識の逆に行きますけど、バラバラ事件とか、丸されてるっていう話が前提になってるんで、えーまあ この亡くなってる、えー、女性の方ですね。この当時、ルリカっていう方が亡くなってると、えー、そう入っていくわけですよ。でも、逆を言ったら、えー、まあ、バラバラにしてるのかわからないけど、遺体がないわけですよね。匂いにも気づいてないわけですよね。えー、もしかしたら生きている可能性っていうのがあるんじゃないかなっていうようなことを考えられます。でまあ、あるいは、言い方がいいのかどうかわからないですけど、マンションの中に協力者がいるんじゃないかなとか、そういったことも考えられますよね。 あの、遺体が見つかっていないっていうことなんで、うん。だまあ、バラバラ事件で、えー、バラバラにして、えー、まあ、臓器を取ったということも考えられるんですけど、そうであった場合は、えー、星島隆則の単独犯行の線が薄くなっているっていうことと、あと遺体が見つかっていないっていうことで、えー、もしかしたら生きているんじゃないかなって、何かしらこの事件でいうのは仕組まれてるんですよ。なぜならさっきの話で、遺体をバラバラにしてるっていうにもかかわらず、えー 匂いに警察犬も気づかなければ警察も気づかない。わけがわからないなっていうような話ですよね。ただ、まあ、あの、もしですけれども、バラバラであれば、まあそう、臓器を狙った、えー、まあ、日本の闇組織、アメリカ CIA の、まあ、参加がやった可能性が考えられる。そして、そうでなかった場合っていうのは生きているっていう、そういう可能性も全然あるんですよね。うん。 人身売買とかっていうの、そういうことに、えー、まあ、利用されたんじゃないかっていうようなことですね。うん。で、そうなってくると、えー、一人では難しいと思うんですよ。だから、この星島隆則の、まあ、後ろに、まあ、えー、黒幕、あるいは共犯がいるっていうようなことは考えられる。うん。あと、あのー、これ、事件を、あのー、調べてて思うんですけど、 あの星島貴則がこの東條ルリカっていう、えー、人を拉致したとかっていうんですけど、全く争った形跡がないっていうことなんで、争う形跡がなくて、そう簡単に拉致とかできないんですよね、ほ本当にこの事件っていうのはあの、おかしいところだらけなんですよね。そう考えると、えーまあ、僕の中でなんですけど、まあ、可能性っていうのは2つかなとかっていうのは思いますね。 うん、この高等区マンション神隠し事件、あるいは高等区 OL 神、えー、隠し、えー、事件というのは、えー、マンション内に協力者がいた共犯説というのが考えられます。あとはですね、いつものパターンで来た場合は、えー、バラバラ事件なので、えー、まあ、アメリカ CIA などっていうのの、えーまあ、参加組織が、えーまあ、何かしら、えー、後ろで絵図を描いて、えー、まあ、あのー、 やった事件なのかなとかって、星島孝則を、まあ利用した事件なのかなとかっていうことも思うんですよ。 であの、そのどちらかと思うんですけれども、あとでちょっとね、時期的な問題があってね、ちょっとこれだいぶ引っかかるなとかって思って偶然なのかなとかって思うんですけど、ちょっと偶然にしてはおかしいなって思うところがあるんですよね。あの、この、えー、江東区マンション神隠し事件っていう、まあ、事件、えー、が起こった後にですね、えー、その少し後に、秋葉原通り魔事件っていうのが起こってんですよね。うん。で、これ、秋葉原通り魔事件っていうのは、まあ、 一部の人、まあ、僕もそうですし、まあ、リスナー様に1回コンテンツでお伝えしたことありますけど、まあ、加藤智広っていうのは、ほぼほぼもう冤罪なんですよね、冤罪っていうか、後ろに誰かがいるっていう、だからこ,れこの事件っていうのは、2つの共通項が考えられるんですよ、江東区マンション神隠し事件っていうのは、えーまあ、バラバラ事件だった場合は、えー、まあこの、あの、犯人である、星島貴徳の後ろに、まあ、アメリカ CIA の、えー、まあ、 組織、えー、まあ、臓器売買を、まあ、えー、考えていた組織がいると考えられる。あとですね、えー、この加藤智弘の事件っていうのも、これも、あの、明らかにね、帰り道を浴びてないとかっていうこともあるんで、で、そのわずかの短い時間で、あの、すんなりそんなに、あの、人を丸せない、えー、かおかしいっていうことなんで、この事件っていうのはもしかしたら、えー、ちょっと一見するとね、えー、見た感じがパッとわからないですけど、星島貴則の後ろにいる、えー、まあ、 CIA の、まあ、参加組織。あとですね、もしかしたら、これ、加藤智弘の後ろにいる、えーまあ、そののが何かしら繋がってるんじゃないのかなっていうのも考えられますよね。もちろん、えー、証拠っていうのはないし、えー、確証っていうのは分からないんですけど、うんこの二つの事件ね、江東区マンション紙隠し事件とですね、秋葉原通り魔事件というのは、まあ、もしかしたら、まあ、裏側で、えーまあ、アメリカ CIA の、ね、参加部隊が、まあ、両方との事件に関与してるんじゃないかっていうことが考えられる。 でこれ紙隠し事件とか言ってねどこに消えたか分からないとかってそんなことを言っているよりもよほどその僕がお話しした方があの,の可能性の方が多が高いと思うんですよね。 バラバラ事件からの、えー、まあ、臓器売買目的の、えー、犯行である。あるいはですね、遺体が全く見つかっていないところ、あとその、まあ、えー、丸していると言ってるにもかかわらず、えー、まあ、警察、えー、が全くその気づいていないって言ったこところらもしかしたら、えー、生きていて、えー、何かしたの共犯がマンション内にいて、協力して、まあ、えー、まあ、逃がしたんじゃないかっていうで。逃がして、例えば人身売買をさせたんじゃないかって、そういったことが考える、あの、まあ、異常に、あの、なんていうのかな、うん いろんなことが考える闇の深い事件であると思います。この江東区マンション神隠し事件で。江東区マンション神隠し事件の犯人はね、星島隆則ではないと思います。もし犯人であるとしたら、共犯がいる可能性が極めて高い。あとはですね、まあ、後ろの、まあ、そのんアメリカ CIA とかにまあ利用された、まあ の可能性が高いっていとうことでどのみち、まあ、この男、星島貴教という男が一人でやっている犯,犯行ではないとまあ僕は思いますね。うんまあ、ちょっとあのリスナー様もここら辺の事件、えーまあ、ご存知の方がいらっしゃると思うんですけど。まああのー どうかなっていう、まあ、みんな、皆さんいろいろ多分考えられると思うんですけど、うん、まあ、僕はそのどっちかですね、最後に言うと、えー、まあバラバラ事件の目的は臓器、えー、の臓器売買ビジネスの可能性がま一つ、あとはですね、えー、マンション内に協力者がいて、えー、逃がしたのではないかっていう、まあ、逃がしたというか、まあ、えー、まあ利用したんじゃないかっていうね、例えば、 バイマル行為とかに利用したんじゃないかっていう、そういうのどっちかなんじゃないかなっていうことをちょっと思うっていうことで、えーまあ、今回は、えーまあ、このような感じで終わらせていただきたいと思います、えー。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。気になった方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。